いや、そこにおるよ、目の前に。あ、向こうから曲がってきよう。まっすぐ来るんじゃなくて。ちょっと小新しになってるな、昔と比べて。あ、もうなんか古いのと新しいのと似たあるはず。バスみたいな。ああ、乗ったことないな。乗ったことない。ああ、でも小学校ぐらいの時ちゃうからな。でも駅暑くてしゃあないみんな灼熱やね。海の絵にいつくる羽振りが神ごとと、行くとも行くとも船は早けぬ。あがったり小橋やね。何入ってきた？サンダル？こけるで。こけない。これってあのお正月見なこと向こうに着物でな。今度はあのあれよ、愛席食堂のあのトータルテンボスみたいな歩き方になる。ここもあれ。これでも最初からこ。ああ違うと思うよ。どうかな。うん。こちら住吉神社です。全く神社に似つかわしくない格好で歩いてる。皆さん割と清掃してはるのに、アロハおじさんは無駄だ。ここにあの一見店が出てる時しか見たことないから、うん、こんな日は思わない。あ、あそこあるのが重かるいし、何やったら思う感じで、何やったら軽う感じで、うん、どういうこと？なんかここでお守り売ってるみたいな、今石拾われへんみたいな。まあけどここもパワースポットやから。なんかすればなんかの。ホイトボシザット欲しいか。重かるしお坊さんを手にして願いの可否を仰ぎます。まあ別に重たい軽いじゃない関係ないんか。見るの？あ、兄さん？
卵を買います。この並びじゃなかったっけ。ここですね、洋食やろくさんです。卵とっけのポイントです。何しようかな。 B セットか C セット、多分 C セット、限定セットかな。どうしようかな。今度卵コロッケとビーフカツ、そうやね、これ狙いかな。じゃあビーフカツを、はい、Thank you.